吉村正弘、小さな会社の経営のツボ。はい、皆さんこんにちは、吉村正弘です。今日はですね、元銀行員を経理担当に採用する危険性ということについてお話をさせていただきます。この動画ですね、中小零細企業の社長さん向けの動画でございます。で、よくある話なんですよね。どういうことかっていうとね、中小零細企業の社長さんは、うちは経理が弱いと、そういうことで問題視をなさっているわけですよ。問題意識を持ってらっしゃる。裏を返すと、これ社長さんが経理に弱いっていう話なんですね。で、この経理っていう話なんですけど、どういう仕事があるのかっていうのをちょっと上げていこうかなっていうふうに思います。経理ね、現金の水筒管理ですよね。経費精算、これよくね、経理の人がね、水筒管理やってますよね。で、あとはね、他にもこういうのがありますよね。会社の預金管理ですね。会社の、銀行の通帳の入出金管理ってやつですよね。一番大事なとこですよ、これね。あと、例えば、帳簿や伝票の管理ってのもあるわけですよ。帳簿つけたりね、それから伝票を、例えば、受け取って、それを、帳簿につけたりとかっていうこと出てきますよね。振り替え伝票なんてのもありますよね。あと、例えば、取引先の信用分析ってのもあるんですよ。要は、予信管理です。あの会社、最近支払いが悪いけど大丈夫なのかっていうことで、本当にやばいなと思ったら、これちょっと調べた方がいいよとかっていうのを営業に知らせたりっていうのも、これもね、大事になってきますよね。あとね、例えばなんですが、月次決算書の作成っていうのもね、これも、経理担当の人がやったりしますよね。要は年次決算じゃなくて、月単位で決算書を作成して、うちの会社の健康状態なのかっていうのをね、これをちゃんと見ていくための重要な資料ですよね、これね。あとね、予算実績の管理っていうのもあるんですよ。だから、例えば、予算が割り当てられますよね。営業、例えば販売、部門にはこうだとかね。この予算の実績っていうのを、実際の進捗状況を管理したりっていうのも、これも経理の仕事になってくるわけですよね。それだけじゃないですよ。給与計算なんかも出てくるわけですよね。あとはですね、こんなのもありますね。請求支払い業務ってのもあるわけですよね。もう掛け金処理ですよ。売掛金、買掛金ってやつですよ。だから売掛金っていうのは、お客さんに売ったお金、それの、掛け金ですね。これの請求ですよね。あとは、取引先にね、うちが今度仕入れた方の買掛金の支払い業務っていうのもありますよね。あとね、決算業務ですね。これはだから年に一遍必ず決算をしなければいけませんよね。法律でも義務付けられて。この決算業務っていうのも、実際、例えばその中で言うと、棚卸しとかっていうのもやっていかなきゃいけないっていうことになってきますよね。あとね、税金の申告納税っていうのもありますよね。税金も法人税だけじゃないですよ。消費税、それから固定資産税っていうのもあるわけですよね。あと、年末調整っていうのもありますよね。この年末調整ってのめんどくさいわけですよ。こういうのもやったりとか。あとは、例えば、償却資産の申告っていうのもあるわけですよね。他にもね、次年度の予算編成っていうのもやったりする経理の人もいますよね。営業の人たちとか販売の人たちとかいろいろとミーティングしながら、予算編成っていうのをしていきます。で、よくある話なんですよ。こっからがね。社長がね、右腕としてこの経理の人材を探すっていうことがね、やっぱり中小零細企業人材欲しいですから、人材探しますよ。で、この時に、銀行を退職した人を中途採用するっていう人が案外多いんですよ。で、なんでって聞いたらね、不思議そうな顔してね、だってお金のプロでしょっていうふうなことをおっしゃるんですよ。はい。ところがですよ。実際いろんな話を今回ちょっといろいろ詰め込んでますけど、まずね、元銀行の人をね、銀行中途退職した人を経理として雇った。けれども、実は、その人はエクセルが使えなかったっていう。最近はね、少なくなりましたけどね、もう昔っていうか、それこそ15年ぐらい前だとね、パソコン使えない人とかいたんですよ、銀行出身の人で。で、あとエクセル使えないって人もね、結構いたりしたんですよ。今最近減りましたけどね。あとね、仕分けですね、勘定科目の仕分けありますよね。これは接待交際費ですかとかね、分かりやすい例で言うと新聞図書費ですかとかね、修繕費ですかとかってあるじゃないですか。この勘定科目の仕分けがわからんっていう人結構いたりするんですよね。
あとこんなんも聞きましたね。請求書の内容を間違えるっていうやつですね。まあ、うちね、銀行員雇ったんだけどね、請求書間違ってばっかりなんだよ、みたいな文句言ってる社長さんもいましたね。まあ、要はね、いろんな巷でいろいろ話を聞く中でいくと、総合的に言うとこういうことになるんですよ。実務ができないってやつなんですよ。でね、実務ができない人たちって、まあ、どういうふうになっていくかっていうと、最終的には、でもせっかく雇ってもらったからって話がありますよね。採用されたからって話がありますよね。そうするとね、本人も気まずさを感じてくるんですよ。で、特にね、まあ、大きな銀行出身の人ってのはね、どういうことをやるかっていうとね、まあ、実務がこうできなかったりするから、実はその、経理のパートのおばちゃんの方がうまかったりするわけですよ。そうすると本人、肩なしですわな。ってことで、こういうことをやり出すんですよ。組織再編を提案し出すんですよ。まあ、例えば大きな会社にいらっしゃったから、まあ、その中小零細企業のいろんなね、不備なところとか見えてきたりするわけですよ。うちの会社だったらこんなの許されませんでしたけどね、みたいなことをね、結構二言目には言ったりして疎まれる人とか結構いたりするんですけど。でね、まあ、その組織再編を提案し出すってどういうことをし出すかっていうとね、こういうことを言い出したりするんですよね。これ実際朝あった話なんですけどね。内部統制のルール化ですね。内部統制、どういうことかって言いましたらね、まあ、例えばの話ですよ。法令遵守ってやつですよ。もううちのね、会社のなんとか部門の人たちはこれ法令遵守してませんよ。これはね、やっぱりね、コンプライアンス上良くないからルール作りましょう、みたいなこと言い出したりとかね。あとは、まあ、情報保持ですね。まあ、これはね、例えば、会社のパソコンから USB で持ち出さないとかね、まあ、そういうことをやったりとか、いろいろと言い出すわけですよ。うん。で、まあ、確かにね、機密情報とか個人情報のね、情報保持っていうのはね、これはね、大事なことなんで、まあ、これはま、いいとしましょう。あとね、こういう人もいましたね。資産の保全しだす人っているんですよ。で、資産の保全、別にいいじゃないかっていう話なんですけど、そうじゃないですよ。細かい資産の保全しだすんですよ。例えばね、会社の備品に全部シール貼っていくとかね、椅子とかにシール貼っていって、それをね、なんかね、いちいちリスト化するとかってね、もううちのね、経理担当として雇った元銀行員のやつなんだけど、朝から晩までね、ずっとシール貼ってんだわ、つってね、言って、まあ、文句言ってる社長さんもいましたよ。あとは最近これですね、生産性向上ってやつですよ。うちの会社はね、非常に生産性が悪いと。ね、だから生産性向上しましょう。あとは働き方改革しましょう。みたいなことでね、最終的にね、こんなこと言い出したりするんですよ。新部署の設置って言い出すわけですよ。でね、実際にね、まあ、ちょっとね、中堅のね、メーカーさんでね、あった話なんですけどね、まあ、この経営企画室っていうのを作りましょうって言ってね、言い出したらしいんですわ。で、まあ、何やってるかって言ったら、私が経営企画室長になります、みたいなことでね。まあ、やってることって結局、さっき言ってたようなことをやり出すんですよ。まあ、あとはね、例えばね、投資をね、どのようにしていくかっていうのをね、なんかシミュレーション作ったり、まあ、そういうことをやってるらしいんですね。で、途中からね、こんなことやり出したらしいんですわ。経営コンサルを招聘するんですよ。要は自分の知り合いで、敏腕の経営コンサルがいますから、まあ、この人にね、まあ、うちの生産性が悪いから、工場のね、現場のね、こういう業務改善をしてもらいましょう、みたいなことでね、やるわけですよ。でね、確かね、そのね、コンサルがね、月額ね、70万だったのかな。なんかそんなことで雇うらしいんですよ。6ヶ月契約かなんかでね。社内大混乱ですよ。今までやってたことがね、いきなりね、コンサルが来てね、ここはダメだとか言い出してね、なんかね、もう、いきなり変えさせたりとかしてね、もう大混乱。でね、いよいよね、社長も気づき出すんですよ。あれ何やってんだこいつと。いう話になって、だんだんね、もうその人遠ざけていくんですよ、もう。ね。で、コンサルが来たとしても、最初はなんか黙って聞いてたけど、だんだんもうそのコンサルも会わなくなってきたりとかね、社長がね、もうオーラルスって言ってくれとかやるわけですよ。で、そうするともうその紹介したね、その元銀行員のね、経営企画室長になる人もね、だんだんこうね、気まずくなってきてね、孤立しだすんですよ。で、最終的にどうなったかっていうと退職したらしいんですけどもね。で、退職した後何が残ったかっていうと、はい、混乱と出費だけが残ったっていう話なんですよね。でね、よく言われる話がね、これね、ハネムーン期間ってあるんですよ。これね、実は元銀行員の人だけじゃないんですよ。例えば大手のね、なんかどっかの部門にいた人を中東で採用したりとかね、社長がこう右腕としてね、連れてくるわけですよ。で、そうするとね、こうハネムーン期間ってあるんですね。まあ、例えば3ヶ月とか半年とか、もうその間は社長もね、どうだ、うちのね、素晴らしい人材で、うちのね、会社の麻生を担ってくれる人だみたいなね、期待も込めてね、まあ褒めちぎるわけですよ。もう何かにつけて。で、ところがね、だんだんこういうことが起こってきたら、ハネムーン期間が終了したらね、社長がね、もうだんだんうとんできてとかね、もう、
そういったらやめていくって話なんですけど、これね、社員の人もね、こういうこといっぱい続くとね、大体みんなね、陰口叩いてるんですよ。ああ、始まった社長、まただわ、つってね。もう社長大体新しい人連れてきて、今回何ヶ月持つかな、みたいなことを陰で言ってんですよ。って話なんですよ。でね、問題点は何かって言いましたらね、まずね、こうなんですよ。具体的に求める役割が不明確だったんですよ。だから社長は、経理の仕事、とかね、経理のその、いわゆる作業をして欲しかったのか、それとも経理を見ながら、その、会計的な戦略を立てて欲しかったのか、どっちなんだって話なんですよね。うん。あとはね、これですね、銀行員という肩書きだけで確認しなかったって話なんですよ。この銀行員の人ってのは、人の会社の数字はよく見てますよ。うん。しかもざっくりと。ところが、細かいとこまでね、見てないんですよね。うん、だからだってなんでかっていうと銀行員の人たちっていうのは、例えば融資をする場合はね、その会社の経営状態とかそういうのを見ながら、その数字で判断するってやつなんですけど、この数字を使ってどういうふうにしてどんな戦略を立ててどこにどんな投資をしましょうなんてことまではやってないわけですよね。っていう話なんですね。まあ中にはね、銀行員の中でもやってらっしゃる方とかいらっしゃるし、あとはね、まあ例えば銀行の融資を受ける際のそういうところ、まあ融資部門にいらっしゃった方とかはね、まあそういうこと分かってらっしゃったり、あとは信託銀行とかね、そういうところの部門にいらっしゃった方は資産のね、こう有効活用みたいなことも描ける人もいたりもしますよ。まあ要はね、何かつとね、まあ銀行員の人に限らずなんですけど、大企業の文化と中小企業の文化って明らかに違うわけですよ。で、まあ、ある会社の場合ね、実はね、まあ、これはね、地方銀行、まあ、そこの地方を代表する地方銀行の、銀行員の人を、まあ、経理として雇って、まあ、10年後に実は大問題が発覚したっていうのがあるんですね。何かって言いましたら、はい、横領だったんですね。10年間で数億抜かれてたってやつですね。で、そこの社長何してたのっていうとね、まあ、商工会議所の回答とかね、まあ、いわゆる事業の、その、いわゆる協同組合の組合長してたりして、まあ、要はそっちばっかりかかりきりになってたわけですよ。で、もう経理を全部丸投げしてたら、まあ、横領されてたって話ですわ。まあ、こういうのは稀なケースですけどね。で、あとね、銀行員の人もね、ただしですよ。元銀行員ってのも素晴らしい人がいらっしゃいます。私の知ってる人で言うとね、まあ、銀行の支店長を務められて、まあ、その後ね、まあ、役員というかね、そこまで、偉いさんまでなられたんですけど、いきなりね、辞めるって言い出して、僕親しかった人なんですけどね。で、どうしたんですかって言ったらね、もう私はその事業会社に行きますってことで、当時ね、常務で行かれましたね。で、メーカーさんですよ。電気とかね、それ通信とかそういうね、精密機器とかソリューションとか売ってるメーカーさんの、常務として行かれて、専務になられた方なんですけど、この人はね、どういう人だったかっていうとね、センス良かったんですよ。やっぱり、ビジネスセンス。それとね、やっぱ知識も豊富だし、まあ人柄も大間な人ですよ。それから見識もあったし、何よりね、その中小企業の、常務なら常務、専務なら専務として自分が何を求められているのかっていうね、役割をね、ちゃんと分かってらっしゃったし、そういう意識も持ってらっしゃったんです。とっても大きな銀行のね、方だったんですけども。で、それで行きながら、まあ、ある程度中堅の会社だから、必要なものは、そこにあった形で、銀行に、時代に培った、まあ、組織とか、そういうエッセンスをちょこちょこ、こう、導入していくってことを分かってらっしゃった方なんですよ。まあ、結局何が言いたかったっていうと、結局は人って話ですね、っていうことなんですよ。はい。はい、ちょっと告知させてください。登壇します。まあ、リアルでね、まあ、コロナ禍が、解除されてからね、緊急事態宣言が解除されてから、ちょこちょこリアルの登壇が増えてまいりました。7月16日14時から16時、大阪産業創造館で何を話すかって言いましたら、まあ、自社のホームページの改善点ということについて、講演をさせていただきます。あとね、7月21日ですね、これ、吹田って読むんですけども、大阪の吹田商工会議所で、これもまた14時から16時なんですけど、まあ、これは何を話すかっていうと、攻めの廃業っていうね、まあ、ちょっと変わったテーマでもお話しさせていただきます。まあね、これ前回も、この告知をさせていただいたらね、いや、他の地域ないのっていうふうに言われたんで、一応ね、まああるんですよ。まあこの9月に大阪の堺市とか10月に静岡県で公演とかは決まってるんですけど、あとね、いっぱいあるんですけどね、まだね、日にちとか時間とか内容とかってのが確定してないのが結構多いんですよ。まあ兵庫県でも喋りますし、いろいろとあるんですけどね、まだちょっと告示できるまでお待ちください。
ということで今日はね、元銀行員を経理担当に採用する危険性ということについてお話をさせていただきました。本日も最後までご視聴ありがとうございました。